こんにちは、こんばんは。仕事が早く終わった日に行ってみたかったカフェに行ってみました。代々木公園のホルンさん。運よく席が空いたので下のカフェでお茶していくことにしました。お砂糖の甘さとバターの塩気でとっても美味しかったです。ずっと伸ばしていた髪をヘアドネーションするために切りに来ました。この日のために3年ぐらい頑張って伸ばしました。伸ばしている間何度も挫折しそうになりましたが、 YouTube などでヘアアレンジの方法をいろいろ見つけて髪型をいろいろな風に結んだり編んだりして楽しんで伸ばしていました。また別の日、遅番の仕事帰りです。駒込にある野田シューマイ店というところに行ってみました。まずはドラゴンハイボールで一人で乾杯。シューマイが1個ずつ全種類食べられるセットを注文しました。では焼きシューマイ、揚げシューマイ、水シューマイ、
けシューマイはニラまんじゅうみたいな形をしています。サクッとしていて美味しかったです。一番好きだったのは水シューマイ。真空構図がボトルで置いてあるので使い放題です。せいろでからシューマイ、チーズシューマイなど蒸しシューマイが3種類、普通の蒸しシューマイも肉汁がたっぷりで美味しかったです。一人でサクッとくるのにとっても良いお店だと思いました。1個ずつ頼めるセットもすごく嬉しいセットです。他のメニューも気になるのでリピしたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。